松山市は8日、堀之内の城山公園北堀で4月28日に生まれた白鳥のひな5羽のうち2羽の行方が分からなくなったと発表しました。4月30日には5羽揃って泳ぐ可愛らしい姿を披露していた白鳥のひな。一方こちらは8日午後1時ごろの様子です。確かにひなは3羽しか確認できず、小屋の中にも姿はありません。松山市によりますと、8日午前5時40分ごろ、巡回していたガードマンがひなの数が少ないことに気づいたということです。7日午後11時ごろには5羽を確認していました。松山市は原因はわからないとしていて、関係者が周辺を探しています。松山市は飼育小屋をネットで囲み、横からの侵入を防いでいて、上空のネットは今後張る予定でした。毎日来とるんですよ。だから5羽並んで取るのをね、楽しみにしとったんだけど昨日のが取り納めになったし、私はフェイスブックで載せて、2羽行方不明になってるっていうのを載せてる人がいたので心配になって、その人の写真には5羽写ってたんですけど、嘘だろうって思ってきたら、やっぱり3羽しかいなかったのですごい残念です。2羽よかったら見つかってもらいたいなと思います。